こんばんは、水野明子です。そして毎日新聞ホット兵庫編集長の平野幸男さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう8月も最終週に入ったんですね。まあ、こんな時期にですね、はい、まあ、夏休みのね疲れがだんだん出てきてるかなっていう時ですけど、もう原発事故に関してはなんだか終わったかのような気分の方が多いと思います、お盆休みもありましたし、もう夏疲れでこんなことって思ってる方がいらっしゃるのかもしれないけれども、今日お送りいたしますニュースは原発事故に関連するものがいろいろと出てきますが、はい、私はものすごくショックを受けたニュース、今日お伝えすることになります。はい、先ほどね、伝えてくれる千葉アナウンサーと平野さんも私も、こういうニュースのラインナップですよということで、打ち合わせをね、してたんですけど、私はその打ち合わせの段階でもものすごく、ちょっとどんな言葉を出していいか分かんないぐらい私もショックを受けたことがあります。最も心配してたことが起きつつあるんじゃないかなということですね。そうですね、だから事故が終わってなんかもちろんいないんだなと、進行形なんだなっていうことを改めて思いますし、私たちメディアがほんまにやるべき仕事が途方もなくあるんだなという思いを持ちました、まあ、皆さんがどんなふうにお感じになるか、今日もニュースに関するご意見や時事川柳をファックス、メールでお寄せいただきたいと思います。種まきジャーナルファックスはこちらです。0668090990 6809-9090 です。 E メールの場合は tane@mbs1179.com tane@mbs1179.com でお待ちしております。では今日8月27日のニュースです。キャスターの千葉さんです。こんばんは。こんばんは、お願いします。ではお伝えします。今日はまずこのニュースからです。東京電力福島第一原発の事故を受けて、福島県内の18歳以下の子どもに行っている甲状腺の検査について、政府は福島県以外の全国3カ所以上で18歳以下の4500人を対象に同じ検査を行うことを決めました。福島県は県内の18歳以下の子どもを対象にすでに甲状腺検査を行っているんですけれども、これまでの検査の結果が 36% ほどの子どもの甲状腺にしこりなどが見つかっています。え、なんて、もう一回言ってください。 36% です。 36% ほどの子どもの甲状腺にしこりなどが、福島県内の子どもの甲状腺検査をしたところ見つかっていたということです。3人に1人以上の割合ってことですよね。 36% ですからね。福島県によりますと、今年3月末までに検査した今年3月末までに検査したおよそ3万8000人のうち、およそ1万3600人にしこりなどが見つかっていたということです。はい、3万8000人のうち1万3600人、そして県は一定の大きさのしこりなどが見つかった186人については二次検査の対象としましたけれども、それ以外の人は経過観察としています。経過観察っていうことは見るだけって意味ですよね。そうです。しこりがあるのは分かっているんだけれども、今のところは経過を見ていきましょうねということで、検査、それ以降の検査もしなければ治療ということにもならないわけです。で、政府が今回福島県以外でも検査を行うのは、これらの症状が事故による影響かどうかを比較して見極めるためにデータを集める狙いがありまして、福島県以外の全国3カ所以上で同じ検査をするということなんです。データを集めるという狙いね。まあ、それはもちろんそれも必要でしょうが、それを今から検査をしてデータを集めるということなんですが、ね、
ちなみに1986年のチェルノブイリ原発事故では数年後から周辺の子どもたちに甲状腺がんの増加が見られたため、具体的に言いますとですね、被爆から5年以降にチェルノブイリの場合は発症が増加したということで、被爆した子どもの甲状腺がんの発症率は被爆していない子どものおよそ21倍に上ったというようなデータもあります。21倍ってそんな高い数字ですか。はい、そういうふうに、甲状腺がんの治療に関わった、ロシアの医師が伝えております。で、福島県は現在県内の18歳以下の36万人以上を対象に甲状腺検査を順に進めておりますが、内閣府によりますと福島県以外での検査は甲状腺の学会などの専門医が来年3月まで行うということでして、福島県からできるだけ遠く放射線の影響がない場所で調べることにしております。はい、一方、福島第一原発の事故で一時緊急時避難準備区域だった福島県広野町の町立広野小学校と広野中学校が今日およそ1年5ヶ月ぶりに本来の校舎で授業を再開しました。広野小学校と広野中学校はこれまでは隣の自治体であるいわき市の学校に間借りしていましたが、広野町は授業の再開に向けて校庭や校舎、通学路の除染などを行ってきました。はい、広野小学校と広野中学校は原発事故がなければ合わせて440人ほどの児童や生徒が在学しているはずでしたが、元の校舎に戻るのは合わせて96人にとどまり、このうち3分の2はいわき市の仮設住宅などからスクールバスなどで通うということです。また震災以降休園していた幼稚園や保育所は合わせて7人の子どもを迎えての再スタートとなっております。平野さん、はい、どういうふうに聞きはりますか。驚くべき数字ですね。3人に1人のお子さんがしこりがあるというのを、これもう本当に想像以上 の影響が出てると言ってもいいと思うんですよね。チェルノブイリは4、5年先だと言ってもこんなすぐに出たデータはなかったはずなんですよね。で、もっともね、このニュースで私はちょっとこう不信感を抱くのは、福島県外で国がこういう、同じような調査をして比較対象するという話なんですけども、それより今出てる子どもたちにどういう手当てをするかということが一番大事なのに、まず緊急に何するかって、父母しこりの出てるお父さんお母さんたちが自分の子どものですね、はい、症状をそのお医者さんがどういうその見立てをするかということを聞けない状態なんですよね。なんでですか。これね、自分の例えばお子さん、保護者の方が保護してらっしゃるお子さんの状況を詳しく、それこそもう何もかもまず知りたいじゃないですか。これね、それを聞く権利が今ないんですか。ないんですよ。県の条例に基づいてね、情報開示請求をして初めてね、その認められて聞けるんですけども、子供の体のね、しこりの状況のその情報は誰のもんなんですか。そうなんですよ。子供のものであり、保護者が一番知るべきもんじゃなくて、県のもんなんですか。だから県がね、非常におかしい基準を出してるんですよ。現時点では放射線の影響が出ることはないと言って、福島県立医大のですね、基準をそのまま投与して外にそのデータを出してないんですよね。ですから、しこりがある子どものお父さんお母さんもこれを具体的に、じゃあこれからどういう手当てをしたり治療したらいいかということが事実上できない状態になってるんです。これを本当に異常で、これ日本弁護士連合会も、非常に問題視してましてね、本人確認できればすぐに開示すべきだと、そりゃそうだと思います、言ってもう非常に強い批判をしてるんですよね。これはね、国がね、もうこの福島県の基準とかそういうものを超えて、しかもその県外の比較疫学調査なんという以前にですね、この出た子どもたちのその追跡調査とその個別のですね、医療対応ですね、これを急ぐべきですよね。非常に深刻な話だと私は思いますね。大変深刻ですし、その
情報のあり方、子どもの命第一のあり方になっていないように感じますが、そこのところすぐ改めることができる国かどうかですよね。 そうですね。それとね、広野町の、まあ、授業は昨日から始まったんで、今日からですか、始まったんですけども、これも本当にこんな場所で事業を再開していいのかという、放射線量なんていうのをきちんと測った上でのね、事業再開なのかと、これからの未来どうなっていくかなんていうことは本当に、言えるんですかね。さらにだから、こういう甲状腺の異常な子どもたちを増やす可能性さえあるね、性急な判断だと私は思いますね。ラジオネーム緑茶ラブさんの一句はですね、恐れてたしこりがついに福島で、こんな風にいただいたんですね。でラジオネームマッチーさんという方はですね、東京の方なんですけども、奥様と子供さんが関西に避難していらっしゃるんだそうです。東京の方でもそうなんですよね。今日は休暇を取って関西に避難している妻子を訪ねたんですとおっしゃっています。で妻子と離れて暮らすのは本当に辛いですけど、近所の土壌の検査をするとですね、まだ小さい我が子たちを遊ばせるのには躊躇するような値が出ているんです、でも関西に来てみたら誰も気にしてはらへん、ね、誰も気にしていないのは雰囲気で伝わってきます、が流通でいずれ拡散するでしょうし、大いに、ね、大井原発のことですね、大井原発にもし事故があれば関西も同じ思いをすることになります。過去のことでもなければよそのことではないと思いますよっていうふうにくださいました。実は種まきジャーナルは去年の3月事故直後から小出先生のお話をずっと皆さんにお伝えしましたでしょう、その時に福島の方々からやはりびっくりすることに福島でも聞いてはんねやって私は思ったんですけど、すごい雑音の中でも、もう耳をそば立てて聞いて、やっとここで確かな情報があったと、でこれまで確かな情報がなかったからもうメディアの中で迷子になってたって、やっと探し当てました種まきジャーナルってくださったメール見たら、私たちを子供をもう どこに行かせたらいいのか、外に出していいのか、ここにいていいのか、助けてください、助けてくださいって何つもありましたね。本当に助けてくださいというメールを私たちはたくさんいただいて、で番組の中でもチェルノブイリのそのレポートをいろんな方にしてもらったんですけども、本当にこのことが心配で、ずっとですね、福島で同じことが起こりやしないかとずっと思ってたのが、ついにこういう形でね、まあ、衝撃的な数字ですよね。3分の1、3人に1人がね、しこりがあるという、これはもうしかもその追跡の医療手当を受けられないという状態ですね。現時点これはもう本当に早く変えなければならないですね。ねえ、この国がどんな国か、あるいは私たちメディアがほんまに何をしてきたか、今できるのか、本当に問われている時だと改めて思います。はい、千葉さん、お願いします。続いてはこんなニュースも入ってきております。静岡県御前崎市にある中部電力浜岡原発の再稼働に賛成か反対かを問う県民投票条例の制定を求め、市民団体が今日静岡県に直接請求に必要な有権者の50分の1の数を大きく超えるおよそ16万5000人分の署名を提出し、直接請求をしました。東京電力福島第一原発の事故の後、再稼働をめぐる直接請求は原発が立地する県では初めてです。これについて静岡県の川勝平太知事は、住民投票がなされる方向で議論を進めたいと述べ、来月19日からの定例県議会に賛成の意見をつけて条例案を提出する考えを示しました。条例案が可決されれば住民投票が行われることになります。川勝知事はこれまで住民投票を行うことについて、再稼働廃炉の二者択一ではないと否定的な見解を示していましたが、今日の記者会見では重く受け止めると述べ、姿勢を変えました。
一方、静岡県議会の多くの議員はまだ態度を明らかにしていません。